肉体などただの虚像に過ぎない。終末の亀裂から芽生えた魂の炎よ。その魂は不滅。我の意志が汝を救いの道へと導いてやろう。歓迎する。我の思いを受け継ぐ者よ。気がついた？こっちに来て。よく死なずに波の島にたどり着いたわね。渦しは、キキのこと知らないの？護衛友の一人、このキキ様を知らないなんて、ありえない！100年生きてて、こんなにショックを受けたのは初めてよ。もう、そんなことより、あそこ、あの海辺の。もしかして君ってエデン石を持ってる？このキキ様がいる以上、エデン石に関わるものはこの島の外に持ち出せないわ。覚えておくことね。じゃあ捜索を続けるわよ。島オルガと島ループスに気をつけて。
増幅させるの。虚無の力を甘く見てはいけないわ。利用するどころか、ほとんどの人が逆に侵食されてしまう。しまいには暴走して破滅。虚無の力に蝕まれた者を浄化する唯一の方法は、彼らに安息を与えることだけよ。持ってないって本当なの？間違いなく君から虚無の力を感じる。でも仲間に聞けば何かわかるわよ。その前にあんたのことテストしてもいいかしら。絶壁の縁に咲いている花を取ってきてもらえるかしら。
この花は。生成したエデン石で力を強化できるって話は聞いたことあるでしょ。だけどエデン石を生成するのってすごく大変なの。それに生成していない虚無の力はとても危険な。待って、不完全な変異体の気が濃くなってきた。まずいわ、早く仲間を探してきて。来たにゃん。にゃ、お金がにゃい。やれやれ、こっちはボランティアじゃないね。にゃ、いい方法があるにゃ。あっちに。ちょっと何してるの。
クロウ様、集めたかけらはキキのところに持ってきてね。封印するから。ここにエデン石を持つ変異体が。完全を夢見る女神エッタが創造した世界、エルバーデン。人々は女神の祝福により豊穣と繁栄を享受したが、邪悪な欲望により全てが崩壊した。祝福が絶望に変わり、希望が邪神で蝕まれゆく世界。残された者は夢を失い、奪い合い恨んだ。そして新たな支配者を求めた。女神ではない我らの王。闘争によりその資格を証明する者、王の座を手にする者がこの世界を救う。冒険者様、こちらです。私は冒険者への
Ha!
冒険者様、こちらです。何か用か？
どうも。